お前の言う通りだった。失踪者を調べたところ、鷲津総合病院で診療を受けた記録があった。調査を進め、協力者の洗い出しも済んだ。もう大丈夫だ。あの薬が使用されることはない。彼の場合、一般的な不祥事とは全く異なる。これが露見して困るのは、アストラルに肯定的な主流派も同じだ。暴走が自然発生する危険があるならまだしも、人為的に作られたものだからな。間違っても広めたくないだろう。そうだな。馬鹿正直に打ち明けるわけにはいかない。菊花学院の存続が危ぶまれるからな。かといって今時神隠しというわけにもいかない。となると、どこかの組織に拉致、いや、それだとやはり騒ぎが大きくなるか。身元不明として病院に保護されていた。多少無理はあるが、それなら妥当か。ま、心配するな。そこら辺の工作活動こそが突破の仕事だ。何とでもする。それよりお前に追加の任務だ。なんだ、不満そうだな。返事はどうした？もともとお前が望んで踏み込んだ道だろう。今さら文句を言うな。だが、そうか、お前が文句を言うようになったか。文句一つ口にせず任務に没頭してたお前から初めての文句だ。任務以外に大切なものができたってことだろう。伊勢敦則の監視だ。24時間貼り付けというわけじゃないが、首輪をつける必要がある。もちろんそれはやってもらう。だがそれだけでは足りない。柿本香織は秘密裏に薬を開発していたんだからな。そのため学院で行われている研究の監視も今後の任務に加わるだろう。よろしく頼む。本当にお疲れ様だった。まだ薬と能力の過剰使用の影響は残っているんだろう。しばらく大きく動くことはない。まずはしっかり体を癒せ。
みようか。理事長を見てる限り、そんなの必要になりそうだとは思わないけど。それは、そっか。一朝一夕にはちょっと。全部の PC にバックドアを仕掛けるだけなら難しくはないけど、もうちょっと監視しやすいものにしたい。まあ、そうだろうとは思ってたけど。はいはい。だったら、おとなしく部屋で横になってて。まだ万全じゃないんだから。やあ、サトル。うん。爆発で脳震盪を起こしただけだったから。それに、怪我はナナミちゃんに治してもらったしね。本当にありがとう、ナナミちゃん。いえ、それぐらいなんともないですから。うん。まあ、サトルも僕に聞きたいことがあるだろうしね。じゃあ、私は先に戻ってるね。僕は別に、ナナミちゃんも一緒にいてくれても構わないんだけど。いえ、あの時、サトル君を心配してたスオ先輩の姿を見ただけで、十分ですから。それじゃあスオ先輩、失礼します。うん、ありがとう。ああ、まずはいろいろ騙しててごめん。僕の任務は学内の監視と情報収集。編入生は例外なく、しばらくマークすることになる。でも、サトルを本格的に監視し始めたのは、発表祭のあたりからかな。理事長が気にしだして。それは、うん。そうだね。本当に、それでいいの？そりゃ、僕としても友達でいられるのは、嬉しいけど。そう言ってもらえると、僕も嬉しい。うん。そうだね。ありがとう、サトル。うん、よろしく。
しもし？無事って何？どうしたの？そんなに慌てて。ああ、心配させてごめん。でもそういうことじゃないから。サトルは今日授業を休んでるって聞いてたから、報告をしようと思って検査が終わった後電話しただけで。もしかして寝てた？起こしちゃったら本当にごめん。心配しすぎだってば。え、今から？でも体調はまだ戻ってないんでしょ？私がそっちに行った方がいいんじゃない？殺す、絶対殺す、ぶっ殺す。それなら最初からそう言ってくれればいいのに、なんでわざわざ胸を盛るには時間がかかるとか言っちゃうわけ？わかった。それに私もずっと会いたかったから、すぐに来てほしい。待ってる。どうぞ。何？だから心配しすぎだってば。私よりもサトルの方は？寝てたわけじゃないのなら、もしかして私からの電話無視したの？体調不良で休んでるのに一体どこに行ってたの？そう。ううん、それは別に。犯人も捕まったんだから、サトルにまで隠す必要はないから。というか、どのみちその話もしようと思ってたから、それは全然気にしなくていい。お父さんはどうなるの？そう。そっか、わかった。うん、ありがとう、説明してくれて。頑張ってきたっていうのとはちょっと違うかな。私も悔しかったから。お姉ちゃんには優しくしてもらって、姉妹というより年上の友達みたいな関係で、私はお姉ちゃんのことが好きだった。だから利用されてあんな風に眠らせるしかなくなったことが許せなかった。それで私はお父さんに協力したというよりも、おとりになるって言い出したのは私の方だった。ごめん、こんな大切な秘密を打ち明けることもせずに。ありがとう。別にいい。私が秘密を全部打ち明けたからって無理に合わせようとしなくていい。
仕事なら私と違ってまだいろいろとあるだろうし、それに今回のことでサトルの気持ちはちゃんと分かったから、アストラル使いを守るために行動してるんだって。それに約束した通り私のことを助けてくれるって、それさえ分かれば十分だから、無理に言えないことまで言わなくていい。私の気持ちは変わらないから。ただし女遊びは除く。浮気とかしたらぶっ殺す。ちっこもいじゃぞ。注文が多いな。ならいいけど。とにかく私はこれからもサトルと恋人でいられれば、大切な存在でいられるのならそれでいい。で、どうなの？私はこれからも大切な存在？ならばよし。私も大好き。それでサトルの方の体調はどうなの？ならいいけど。でもどんな影響が残ってるの？鋭敏って感情の起伏が激しいとか？つまりちょっとした音や匂いに反応してしまうような。ねえ、本当に体は大丈夫なの？なんだか心配なんだけど。些細なものにしろ影響が残ってるならちょっと心配。ねえ、私が看病してあげようか？なんでよ。私の看病じゃご不満ですか？なら何よ。そうなんだ。そうなんだ。興奮しっぱなしか。確かにそうね。それなら余計に二人でいる方がいいんじゃないの？なんで一人で部屋に戻ろうとするの？私のこともっと抱くんじゃなかったの？いっぱいエッチなことするんじゃなかったの？満足してないんでしょ？
恋人だし、あなたのこと大好きだし、それにセックスだって嫌じゃないから。もういい加減、私だって満足してないってことを分かってよ。女の子だって性欲はあるんだから、好きな人にあんなこと言われたら我慢できなくなるの。あれ以来ずっと体が熱くてほてったままで、そんな状態で好きな人と二人きりになったら期待とかしちゃうの。だからセックスしたい、好きな人とセックスしたいの。エロい女の子で悪かったわね。でも好きなの。好きだからこんなエロくなるの。文句があるならセックスの後で聞こうじゃないか。だってしょうがないでしょ。ずっと期待してたんだから。好きなんだもん。こんなに自分がどうにかなっちゃったみたいに。好きなんだもん。全部言わせてるんじゃないわよ、女の子に。する。セックス、する。して、いっぱい気持ちよく、私の気持ちよくして、されるだけで、それ禁止。リドルジョーカー。